90式戦車90式戦車に関連する作品の一覧90式戦車90式戦車に関係する作品の一覧は陸上自衛隊が装備する戦車90式戦車に関係する作品の一覧である90式戦車は陸上自衛隊の新鋭装備として配備当初から大々的に公表されていたために知名度も高く1990年代以降の 創作作品で自衛隊、もしくは作中における類似組織が登場する。作品には数多く登場する。1980年代末期マイナス1990年代初期にかけて制作された作品に登場するものは、試作者の資料を参考にしているためか量産者とは細部が異なっているものが多く見受けられる。また、九十式は陸上自衛隊が、 走行車両への錦式名祭塗装を標準化した後に、正式採用されているため、配備第1号車から全車が、名彩塗装を施されているが、漫画やアニメーション作品など、実写を撮影したのではなく、作画によって描かれているものは、名彩塗装を省略して描写されていることが多く、錦式名祭が描写されていることは稀であるほか、まるで現実とかけ離れた図色とされているものもある。 トミカプレミアムタカラトミー、大人向けのトミカ、トミカプレミアムで登場。砲塔、方針は稼働し、キャタピラも本物のように動く。また、タカラトミーモールのオリジナル品として、銅座がついたものも発売された。ありがとうございます。